こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、大人のカジュアル用の革靴参戦というテーマで、皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。僕のこのチャンネルの中で、靴といったらですね、やっぱり圧倒的にスニーカーを上げることが多いんですね。履きやすいし、トレンド感も程よくあるし、なおかつですね、いろんなバリエーションがあるので、大人の男性にとっても魅力的なものがスニーカーだと思うんですね。でもこれは僕自身も反省ではあるんですが、スニーカーばかりだとこれまた飽きてしまうんですね。このスニーカーの対極にある今回ご紹介するですね、革靴。このあたりも、まあせいぜい一足でいいので、ちゃんと揃えておくと着こなしの幅が広がるかなと思うので、今回の動画では特に僕たち30代から40代世代が持つべきですね、カジュアル用の革靴として皆さんにですね、3パターンご紹介をしてみたいなというふうに思っています。まあ、正直ですね、今回ご紹介するものを全部揃える必要は全くないです。3つの種類の中から皆さんが気に入ったもの、しっくりくるものを1つ持っておけば僕は十分なのかなと思っています。あくまでスニーカーというものが軸足にあって、そこに革靴が1個加わるだけでも、だいぶですね、コーディネートのバリエーションは広がるかなと思うので、ぜひ皆さん最後までお楽しみいただければなと思っています。正直ですね、僕自身スニーカーばかりにですね、最近注目してしまっているので、ちょっと新しい一足が欲しいなと思ってるんですね。ですので今回の動画をですね、僕自身撮りながらも、どれにしようかなというところに、ある程度結論を出したいなと思ってますので、ぜひ皆さんもお楽しみいただければなと思っています。それでは早速、行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的な革靴の解説に入っていきたいなと思うんですが、その前にですね、全体像からちょっとお話をさせていただきたいんですが、最近のトレンドだとか、まあ世の中のファッションの傾向としてどんな革靴がマッチするのかというところなんですが、まあ革靴というものにもですね、綺麗めとカジュアルという2つの軸があるんですね。もう綺麗めといったらですね、いわゆるビジネスシューズを思い浮かべていただくと分かりやすいかなと思うんですね。ちょっと持ってきてみたんですが、こういったいわゆるストレートチップみたいなものっていうのはビジネスシューズの代表的なものですよね。まあこういったものをですね、カジュアルのシーンに持ってくるというのはそもそも NG だと思っていまして、やはりこれはですね、スーツに合うものですし、まあせいぜいですね、ビジネスカジュアルのジャケパンスタイルぐらいまでがこういったストレートチップ合いやすいかなと思うんですね。時々今でもこういったビジネス用の革靴を私服で履いている方いらっしゃいますが、それはちょっと難しいかなと思うんですね。こういった綺麗め寄りのものもあれば、もう一方ですごくカジュアルなものですね。今回ご紹介するようなものなんかがあったりするわけなんですが、この2つの軸の中だと、最近の流れではやはりカジュアルな革靴というものの方がファッションとの相性がいいかなと思うんですね。このようなですね、いわゆる綺麗めな革靴の中には、例えばこうイタリアっぽい上品な、ちょっとこうシャープでシュッとしたデザインのものなんかもあったりするんですね。靴をちゃんとですね、手入れしてピカッとこう光沢感を出したりだとか、そういったドレッシーな革靴というのが流行る時もあれば、今はどちらかというと、もうちょっとですね、カジュアルなもので、シルエットで言うと、尖ってるものというよりは、少しぽってりと丸みがあるものの方がトレンド感があります。あとはですね、この底の部分ですね、このボリューム感も、割とですね、ボリュームがなくてシャープなものよりは、むしろですね、ちゃんとソールに厚みがあって、ちょっと良くも悪くもボリューム感があるものですね。こういったものの方が、今の雰囲気には合ってるのかなというふうに思ってます。これはですね、やっぱり時代の流れとか雰囲気とものすごくリンクしているところなんですが、シャープでかっこよくて洗練されたものよりは、ちょっとこう、やぼったさを感じるような、スニーカーでいうところのブラックだとかホワイトのシャープなレザースニーカーという感じではなくて、ニューバランスのような丸みがあって、ちょっとこう、ダサかっこいいみたいなもの、こういったものが革靴の世界でもワイドトレンド感があるのかなと思うので、このあたりを頭の片隅に置きながら、3つの種類をですね、皆さんに見ていただければなというふうに思っています。ということで、ここからは具体的にですね、こちらに写真を出しながら皆さんに解説をしていきたいなと思ってるんですが、まず1つ目にですね、皆さんにご紹介したいのは、U チップという形のですね、レザーシューズなんですね。ちょっと写真を見ていただきたいんですが、これはですね、フロントの部分に
U 字型の切り替えがある靴なんですね。昨日今日出てきたようなデザインではないんですが、こういったものをビジネスシーンではなくてカジュアルに合わせるという流れがですね、ここ最近より強くなってきてるかなというふうに思っています。まあ、正直ですね、形としてはそんなに新鮮さはないですし、場合によってはちょっとおじさんっぽくも見えるような靴なんですが、このようなソールの厚みだとか、ぽってりとした丸みだとかボリューム感があるところが、かえってですね、今のちょっと緩めのサイズのファッションにはですね、相性がいいんですね。もちろんビジネスシーンでもこういった形は使えるんですが、意外とですね、こういった U チップってデニムに合ったりだとか、スラックスだとか、あとはですね、カーゴパンツのようなミリタリー系のパンツだとか、そういったものにも相性が良かったりするんですね。ですので、こういった U チップっていうのは僕はですね、個人的にはすごく注目をしていて、ちょっと久々に買ってみたいかなというテンションになってるんですね。まあ、具体的にどんなものがあるのかというと、このですね、今回ご紹介するカジュアル用のレザーシューズのもう代表的なブランドというものが一つありまして、それがですね、パラブーツというブランドなんですね。これはおしゃれが好きな方であれば、一度は名前を聞いたことがあるかなと思いますし、あとはですね、アパレル業界の人に話を聞いてみると、やっぱりですね、パラブーツ持っている方はめちゃくちゃ多いんですね。いわゆる高級靴と言われるものにも様々なブランドがありますが、パラブーツというのはもちろん決して安くはないんですが、そこまでぶっ飛んで高くはないんですね。もう高いものって10万円オーバーのものがゴロゴロあるのが高級靴というジャンルなんですが、その中でも一応7万円台で頑張ればなんとか買えなくはないというところにあるのがパラブーツというブランドで、ここの靴というのはやはり丸みがあってボリューム感があって変に気取らないというところがすごく良くて、個人的にも好きなブランドなんですね。このパラブーツの U チップの靴といったらもう代表的なのがシャンボードという形のシューズになります。こちらの画像のものですね。まあ、僕自身もシャンボードはですね、今から7、8年ぐらい前かな、原宿のキャットストリートにあるディストリクトユナイテッドアローズという名店があるんですが、そこの別注版のですね、シャンボードをですね、しばらく履いていた時期があったんですね。個人的にすごく気に入っていたんですが、もうあまりに気に入りすぎて履き潰してしまったんですけども、この靴というのは本当に使い勝手が良かったですね。先ほどもお伝えしたようにデニムからカーゴパンツ、さらにはスラックスまで相性がいいので、一足あると本当にガンガンに使えますし、まあ、パラブーツの靴というのは結構どれも共通してるんですが、リスレザーというものを使っていて、結構水をですね、弾いてくれたりするので、そういった意味でもタフで使いやすいんですね。もう最後の方はですね、シャンボード雨の日用シューズとしてガンガンに使っていたぐらいですね、結構雨にも強くて使い勝手がめちゃくちゃいいのが、こういった U チップの中でもパラブーツのシャンボードなんですね。これはね、ちょっとこう大人の男性がちゃんと一足ぐらい革靴はいいものを履きたいなと思った時には、この選択肢は間違いがないかなと思っています。僕もですね、ちょっと U チップは欲しいなぁとすごく思っていて、もう一度シャンボードに戻るのもいいのかなと思ってるぐらい、すごく満足度が高かったシューズで、今のトレンド感とも合ってると思うので、ぜひ皆さんにはチェックをしていただきたいなと思っています。ただやっぱりこのシャンボードにもいくつかのネックがありまして、まずは価格ですね。7万円オーバーということで、気軽に買いづらいんですよね。またもう一回買うかというと、ちょっとこう、スニーカーにですね、慣れ親しんでる僕としては、高いなというところがあるのと、あとはですね、重量感ですね。革靴特有の重みというのがあるので、これもですね、良し悪しがあるんですけども、重みがあるからこそ、こう、ずっしりとした高級感も漂うので、そういった点ではいいんですが、ちょっとその重みがね、気になるという方もいらっしゃるかなと思うんですが、このシャンボードというものは皆さんにもぜひお勧めしたいような名品かなというふうに思っています。そして、このような U チップって結構いろんなブランドから出ているんですが、その中で個人的にちょっとこう気になっているのが、ビューティー&ユースのオリジナルのですね、U チップのシューズなんですね。これ最近ですね、僕がサイトで見つけて、店舗でも実物を見たんですが、非常に良かったですね。まあ、レザーの質感もすごく良くて、フランスのデュプイ社というところの、まあ本当に上質な革を使っているので、値段は3万円前後というところで、まあ安くはないけども、パラブーツのシャンボードに比べると買いやすい価格帯なんですが、素材感はすごくいいです。
作り自体も日本製ですごくですね、上品な仕上がりになっているので、そのあたりも含めて、僕はこのビューティー&ユースのオリジナル、めちゃくちゃいいんじゃないのかなと思っています。まあ、革靴って先ほどもお伝えした通り、そんなに数必要ないかなと思っていまして、1足かもしくは2足あれば十分かなと思うので、まあ、3万円ぐらいであれば、なんとかですね、頑張れば手が届く範囲なので、こういった選択肢もいいんじゃないかなというふうに思っています。まあ、シャンボードに比べると、ちょっとですね、デザイン的には上品寄りかなと思っています。ですので、この2つを比較しながら、U チップというものをですね、着こなしの中に取り入れてみるのもいいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、続いて二つ目のジャンルなんですが、これがですね、チロリアンシューズというものなんですね。僕の YouTube のチャンネルではあんまり出てくることがないような形なんですね。まあ先ほどの U チップっていうのは正直見慣れた形だと思うんですよ。靴屋さんに行けばよくあるような形なんですが、このチロリアンシューズというのはちょっとですね、見たことがないという方も少なくないかなと思うんですね。もうデザイン的に特徴的ですよね。これまた、こう、ぽってりとした丸みがありつつ、ちょっとこう、柔らかさもありながらも力強さもあるようなデザインで、ちょっと甲の部分が高くなっていて、キュッと紐で締めるような感じ。なんか僕にとっては、シューマイとか餃子とか小籠包とか、そんなイメージがちょっとあったりするような形なんですが、このシューズの形、個人的にはめちゃくちゃ注目をしています。こちらは正直初級者向けのものではなくて、中級者以上の方に人気あるようなデザインなんですが、やはりですね、セレクトショップの店員さんだとか、ファッション業界の人にすごく愛用者が多いんですが、まあこれもですね、代表的なモデルとして挙げたいのはですね、パラブーツのミカエルというモデルなんですね。このジャンルは本当にパラブーツが圧倒的に強いです。ソールに厚みがあって、カジュアルなデザインなんですけども、やはりちょっと重厚感があるんですよね。このあたりがパラブーツの良さだと思っていまして、ソールもですね、自社で全部生産しているので、このあたりもですね、こだわりがぎっしりと詰まっているのがパラブーツの靴で、今個人的に一番欲しいのはパラブーツのミカエルかなと思ってるんですね。シャンボードは僕自身も買ったことがあるので、同じものをもう一回買うというテンションってなかなかなりづらいんですが、同じパラブーツの中でもミカエルというのはちょっとですね、玄人受けしますし、所有するだけでこうワクワク感みたいなものもあるので、これはちょっと買ってみたいなとは思っているんですね。何度か試着をしながら悩んでいるところではあるんですが、ぜひ皆さんもですね、実物を見ていただきながら検討していただきたいなと思っています。まあ、チロリアンシューズのコーディネートなんですが、そんなに難しいことを考える必要はなくて、これまたどんなボトムスにも合いやすいと思ってるんですね。まあ、例えばブラックのスキニーパンツに合うかっていうと、ちょっとそういうようなかなり綺麗めに寄った着こなしよりは、僕はちょっとゆったりめのスラックスだとか、あとは先ほども出てきましたが、カーゴパンツだとか、さらにはデニムだとか、そういったボトムスを履きながら足元はレザーのシューズで引き締めるというところが、まあ、バランスがいいんじゃないかなと思います。いつものスニーカーをこういったチロリアンシューズに変えるだけでも全然雰囲気は変わると思いますし、それでもコーディネートが成立してしまうので、個人的には結構コーディネートもしやすいんじゃないのかなというふうに思っています。ただやっぱりこのパラブーツのですね、ミカエルに関してもデメリットというか、まあちょっとこう手が出しにくい点があって、それはですね、やっぱり金額ですね。安くないんですよ。これがね、欲しいんだけど7万円はね、かつて僕がレザーシューズをよく買っていった頃というのは、まあこう、靴というのは高いというのは、ある程度覚悟があったんですね。まあ特にこういったパラブーツだとか、クロケット&ジョーンズだとか、オールデンだとか、あとはジョンロブだとかね、いろんなそういったブランドからすると、パラブーツはまだ買いやすかったですので、その文脈の中だったらまだ手が出しやすかったんですが、もう軸足がスニーカーになっちゃうと、なかなかね、こう金額の差が大きすぎてビビっちゃうんですよね。そこはあるかなと思うんですが、まあチロリアンシューズ、このね、パラブーツのミカエルめちゃくちゃいいので、僕自身も欲しいなというふうに思っています。で、もうちょっと気軽に買いたいなという方は、もうこれはクレマンのパドレというモデル、この一択かなと思っています。まあ、正直デザイン的にはそんなに大きな違いって僕はないと思うんですね。パッと見だったらほとんどの方がそんなに区別ができないぐらい、まあ似てるようなシューズかなと思っています。パラブーツの場合はですね、タグがちゃんとついてたりするので、そこで見分けができたりするんですが、まあ、クレマンのものはよりベーシックで、本当にプレーンなチロリアンシューズという感じなので、まあ、より使いやすいと感じる方も多いかなと思います。で、様々なセレクトショップでも取り扱いがあるので、ぜひ皆さんにも見ていただきたいんですが、価格は2万円台なので、割とですね、手軽なんですね。
まあ、正直パラブーツと並べて比べてみたらデザイン的にはそんなに違いはないんですが、素材の質感ですね、重厚感だとか、やはりですね、こう所有欲を満たしてくれるというところでは圧倒的にパラブーツにですね優位性はあるんですが、気軽に使いやすいというところにはやっぱりクレマンの良さっていうのがあるかなと思うので、これはこれでありだと思います。特にチロリアンシューズというのはデザイン的にちょっとですね、ひとひねりあるので、こういったものをいきなりですねパラブーツで買ってしまうと履かなかった時にダメージが大きいので、まずはクレマンから買ってみて、あ、いいなと思ったらこれをちょっと上位互換バージョンでパラブーツにするだとか、こういった形がいいんじゃないのかなと思っています。先ほどの U チップの方が初級者向けのレザーシューズで、そして今回のチロリアンシューズというのが中級者向けという形に捉えてもらうといいかなと思うので、個人的にはこのチロリアンシューズにちょっと気持ちが傾いてはいるんですが、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目はもう皆さんにとってもおなじみのこちらですね。唯一僕の手元にあるのはこちらのですね、ローファーのみなんですね。今これしか僕革靴持ってないです。で、ローファーはですね、僕は今2足持ってるのかな。今こちらにあるのが、これもらい物なんですね。ちょっと自分ではなかなか買うことができないんですが、ジョン・ロブという、まあまさにですね、このレザーシューズの中では王様的な存在のブランドなんですけども、ここのコインローファーを持ってるのと、あとはですね、クロケット&ジョーンズというブランドのコインローファーですね。僕が結婚式の時に履いた靴なんですよ。なので9年くらい前に買ったものなんですけども、その2つローファーは持っているんですが、こういった、まあ、ブラック系のコインローファーというのは、より初級者の方が使いやすい一足かなと思います。まずはローファーからトライをしてもらって、その次が U チップ、そのさらに上のですね、中級者向けというのがチロリアンシューズというような、まあそういった位置づけかなと思っています。まあこのようなローファーにも様々な形があって、いわゆるイタリア的なシャープなシルエットのものとか、あとはもう革の質感ですね。上品でちょっとムラ染めをしてあったりだとか、あとはですね、すごくピカッと光らせながら手入れをして履くような靴ではなくて、どちらかというとシルエットは丸みがあって、あとはソールにもちょっと厚みがあるようなものですね。そういったものが個人的には今の気分に合うローファーかなと思っています。今僕が持ってるものはシルエット的には割と中庸だと思いますね。そんなにこう尖ってもいないし、丸すぎることもないので、まあ使い勝手がいいんですが、まあビジネスカジュアルに使うことが多いぐらいの形が、まさにこういったジョン・ロブだとか、あとはクロケット&ジョーンズかなと思います。まあシルエット的にはもうちょっと丸みがあった方がいいですね。まあ代表的なところで言うと、オールデンとかね、そのあたりのちょっとアメリカ的なコインローファーというものの、まあシルエットですね。そういったものが、まあすごく相性がいいんじゃないのかなというふうに思っています。まあオールデンもですね、以前は僕はローファー持っていたんですね。コインローファーではなくてタステルローファーというものを持っていて、色はバーガンディというですね、すごく深みのあっていい色を持っていたんですが、あんまり履かなくなってしまったんですね。以前はそういったローファーというもの、すごくよく履いていたんですが、特にオールデンのシューズってちょっと雨とかに弱かったりするところもあって、ちょっと履くのにですね、気を使うところがあったので、もう手放してしまったんですが、まあこういったローファーっていうのはもういつの時代も間違いのない選択として、今の時代にもフィットしやすいものかなというふうに思っています。で、個人的におすすめの一足としては、バーウィックのコインローファーなんですね。ちょっと画像を出しておきたいなと思うんですが、まあバーウィックというのは結構歴史のあるブランドで、僕のチャンネルの中でも一度店舗に訪れたことがあるかなと思うんですが、まあ伝統はあるんですけども、素材を軽くしたりだとか、今のトレンドをうまくミックスしながら、ちょっとソールを厚みにしたりだとか、そういった部分のですね、アップデートがすごく上手なブランドだなと思っていまして、あとは値段もですね、2万円後半から3万円台前半っていうところで、まあ安くはないんだけども、頑張れば手が届かないというものではないので、個人的にはね、バーウィックのローファーがすごく使いやすいかなと思います。まあソールに関しては、レザーのソールではなくて、ビブラムソールですね。そういったものを使っているものの方が、カジュアルでちょっとボリューム感も出るので、こういったものの方が僕はローファーとしては使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思っています。まあ様々なブランドからローファーが出ていますので、まずはね、こういったカジュアル使いでローファーというものをですね、あまり用いたことがない方は、1万5000円前後ぐらいで買ってみるのもいいかなと思うので、ぜひ皆さんもこのローファーもチェックをしていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では大人の休日用のレザーシューズということで、3つのパターン皆さんにご紹介をさせていただきました。おさらいをすると、ちょっと順番は変わりますが、一番初級者向けなのがこちらのローファーですね。
ブラックのコインローファーというものがあって、その次ですね、ローファー持ってる方でちょっと新しさを出したい方は、U チップですね。これがビューティー&ユースのオリジナルなのか、もしくはパラブルとシャンボードなのか、こういった選択肢がありますよというところですね。そしてもうちょっと中級者向けで変化球的な存在なのが、チロリアンシューズですね。パラブーツのミカエルだとか、あとはクレマンのパドレですね。このあたりが代表的なモデルになるので、まあ、この中で皆さんのしっくりきたものをですね、一足でいいので揃えてみると、着こなしの幅が広がっていくかなと思います。たまにはこういったレザーシューズ履くと気分的にもやっぱり変わってくるので、皆さんもですね、今持ってるものをですね、引っ張り出して履くのもいいかなと思うんですが、僕も今持ってるこちらのですね、ジョンロブのローファー、履きたいなとも思うんですが、ちょっとね、今の雰囲気からすると正統派すぎるかなと思うんですね。なのでちょっと履くテンションにならないところもあるので、まあ、どうせ買うのであれば、ちょっとこう3万円、4万円ぐらいでもいいので、バーウィックだとかセレクトショップのオリジナルとかで、今のトレンド感に合うような丸みのあるもので、ソールもね、レザーソールではなくて、ちょっとカジュアルなソールのものを買うことで、ちょっとこう、今の雰囲気に合わせながら履いてみたいなというふうに思っています。まあ今日ご紹介したレザーシューズに関しては、この動画の下の概要欄に、まあ、リンクを貼っておきますので、そちらもチェックしながら、皆さんの今後のですね、休日用の革靴の参考にしていただければなというふうに思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。またこちらのチャンネルとは別に、YouTube のメンバーシップチャンネルというものも運営をしています。そちらでは今回のようなベーシックな内容ではなくて、もう少しですね、中級者以上の方に向けて、セレクトショップのアイテムですとか、国内のドメスティックブランドのですね、アイテムなんかをご紹介したりだとか、あとは週に1回はですね、生配信ですね。普段の YouTube ではやらない生配信をやって、皆さんからのご質問にどんどんとお答えしているので、気になる方はですね、そちらも概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。